屋敷高人さんって昔から俺友達なんだよね。おい力ちゃんとか言って、もしお前がもし優勝したらきっつい祝儀やるからなとか言って、そんな期待してないからええわとか言って、いや絶対やるぞとか言って、ほんで高人さんの友達の人と、でそれでそれから新地回って20件ぐらい回ったのかな。高人さんがきっつい祝儀やるからなとか言ってて、その祝儀はまあ普通のタレントだよ、でいくら入ったと思う？300万入った。ほんでそれで隣のおっさんらも100万ずつくれたから、もうそれ時点で500万になってるわけ。もう俺も酒あんまり飲まないけど、調子乗って飲んでもう訳分かんなくなる。ほんで着物のね、もう裾とかもう腹ん中とかで、もうそのまま終わって寝てたわけね。でそれで起きて、で全部若い人にもういくらあるか数えてとか言って、いくらあったと思います？1000万あった。うわ、体に全部入れて1000万円入ったな、よくとか言って。